なるほど。じゃあこの話はちょっと元に戻りますけれども、もともと信念に基づいて、やるというふうに、なことであればですね、なんでキャンプ、その陸上班なのか、嘉手納班ではないのか、この違いはどうなんですか。選択肢を2つ出してるでしょ。はい、そうですね。一つは、沖縄で1500メートルの滑走路ができる場所はあそこしかないのよ、オスプレイのためですね。そうそうそう、はい、アメリカの要望っていうのもあるから、はい、うん、他には海を埋めてる以外場所がないんですよ、そこがポイントなんです。カデナでは無理。カデナもいいって言って、カデナもいい、だけどアメリカが海兵隊が絶対に今まで1500メートルの滑走路を持つということを決めてきたじゃないかというのを最後まで言った場合にはこの案もありますよねって出すのが普通だって言ってるわけです。普通というのはそのこの案もありますねの方はどっちなんですか。いやだから主は陸上なんです。そうなんですか、うん、そうするとどっちかというとメインは風なんです。風なんですか。そう、今キャンプ場の陸上の方がずっと大きくこうフィーチャーされてますよね。いやそれはだから合理性があると思われてるからですよ、アメリカからすると。アメリカはどんなことがあっても海兵隊と海軍も一緒、空軍も一緒になりたくないという思いがあるだろうし、アメリカでそうだなという忖度してる人たちが滑走路を作れる場所って言ったらそこしかないと思ってるからそう言ってるんじゃない。これ見てる人で理由がわからない人もいるからもう一度ちょっとそこのところ整理しますと、カデナ統合案だと空軍と海兵隊が一緒になってしまう、でそれについてずっと米軍が難色を示してきた経緯がある、だからこれをどうしてもやりたいんですけど、それでもどうしても米軍さんがダメだというんであればキャンプシュアブ陸上案であると、こういうことですよね。で彼らの方に空軍は残しておく、そしてキャンプシュアブの方に、陸上案の方に海兵隊を持っていくと、こういうことですか。そうです。カデナはしかし僕の提案後で全部明日講演会でやりますけど、三沢基地に移しますから、あの F15 28機、これはカデナ騒音軽減案にしても、あのシュアブ陸上案にしても両方やりますから、騒音軽減に関しては前から訓練機をね、その韓国に持ってくるとかありましたよね。これについてもまずやらなきゃいけないことだろうと思うんですけれども、どういうふうにするんですか、その訓練機の移転とか。いやこれ訓練機の移転はそんな難しい話じゃないから、それは政府が韓国を使うということをお決めになれば、あとは整備ができるようなチームさえあれば、タッチアンドの訓練とか、演習の訓練とかやればいいだから、前はこれはこの問題をまず軽減するという話で、そっちが非常にこうクローズアップされてたんですけど、今ちょっと話のメインではなくなっちゃってますよね。米軍は例えばその関空に持っていくとか、あるいはどこに持っていくということで了解しているんでしょうか。それは米軍は民間の本土の飛行場で使えるケースが増えることを望んでる人たちだから、韓国を使うことを望まないということはないんです、佐賀空港も使ってみたいと思ってるんです、だから船も与那国に入れたり石垣入れたりいろんなところに入れたりするわけです、だから民間地が使えるというのは大きいんですよね、それは目処は立つんですか。立つでしょ、政府が腹決めるかどうかですよ。問題はこの問題は、鳩山総理が腹くるかどうかなんです、基地問題は反発が出る、ね、だから本土の人たちはみんな反対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 って言うでしょ、受け入れる、まあ言えば私はとんかつは美味しいけど、豚小屋は嫌だって言ってるようなもんですよ。あ、なるほど、何言ってるんだと、受け入れるよってお前らも、そうですよね、沖縄にばっかり集中させてないという話ですよね。だけど僕はこの対立ができると思う、今やったら本土と沖縄の、これ、今はね現実的にね小さくしていくことが大事、やりますよ、社民党が案を示して長崎って長崎で沖縄の基地受け入れ反対大会、ワンワンはやるよ、沖縄と本土が対立する構図が出来上がるよ、誰が責任を持つのって言ってる、本土は無理だね、あとは国外しかないの、だからそれはもうちゃんと示してるんですけど、もう一つね、この、それでも沖縄の人は納得できないと思うんですよ、一般的な人たちはね、75% の、 その基地が集中している状況というのは我々にだけなぜ負担をこのばせるんだと。で今回の案が実は暫定案であって、
まあ、一時的にその、まあ、普天間のトリックを軽減しなきゃいけないから、キャンプ場陸上班でそこに暫定的に基地は作るけれども、うん、でも15年後に海兵隊はそっくりと撤退してもらって、ガンガン何なり行ってもらうと。でいきなりはそのアメリカに対してですね、そのアメリカ側の都合とか予算の組み方と問題もあるでしょうから、でももともと伊橋町、宜野湾市の伊橋町がアメリカの資料を膨大な資料を調べて、アメリカはその日本の国内ではなくてグアムに持っていくことができるような体制を実はその視野に入れて準備しているじゃないかと、こういうことをおっしゃってますよね、うん、で清水さん、今後15年後 その撤退案というのをお示しになっているというふうに聞いています、うんうん、これはそういうことを視野に入れての話です。そうです、いやでも伊波さんの言ってるのは、うんね、全部グアムに移るんですけどって言うけど、うん、グアムが今こういう状況にあるんですかと、うんうん、17万人しか人口のいないところに今度だけでも8万人行くんですよ、うんうん、1億3000万人の人口のところに他の国の人がね、うん、5000万6000万来るというのが4年以内になるということはグアムに今は急激には無理でしょう、うんうんうん、だそれは時間をかけてやると。で将来はグアム、サイパン、フィリピン、沖縄というのがシェアしながらね、海兵隊を撤退させるというのは一つの方法ですよ、うん、ただそれには時間がかかるから、今度はね、場所探しの戦いじゃなくて沖縄の基地問題の方向性を示す戦いなんです。だから15年という最使用期限をきちっとやるというのが大事なんですね。これだから今みんな場所探しで一生懸命やってるけど、僕の案はその場所はどうでもいいのよ。場所よりはとにかく15年で沖縄から海兵隊が撤退するというのを鳩山さんがアメリカと合意できるかどうかだよ、問題は。この要するにアメリカに対してその15年後にね、必ず撤退するということの約束を必ずアメリカに守らせるというですね、うん、担保みたいなものはほど強いものでないといけない。担保はこれもちろんグアム協定でもあったじゃない、うん、日本とアメリカが協定作って、うん、今まで破棄したもの一個もありませんよ、うんうん、協定結べばいいじゃない。協定、二国間協定結べば、うん、それは何の問題のない話で、うんうん、それ以上の担保は国家間ではありません、うん、やっぱり、まあ要するに、まあ、国家のトップ同士のサインのある文書を作ると、うん、そうそうそう、協定です、グアム協定もやったじゃないですか、うん、それちょっと本当に行かなきゃいけない、はい、この案で、うん、最後にしようと、この案で決着すると思いますか。つまりこれで万事5月までに全部全て終わるために3月のうちにこの政府はまとまらなきゃいけないじゃないですか、うん、本当に最後の一言、つまりこれで問題は解決しますか。問題は僕ら問題解決するために提案してるんですけど、うんうん、やりますよそれ。見込みです、見込み、いや 100% でやります。できる、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 できますよ。